はい、ということで1週間チャレンジ早速やっていきたいと思います。今回は腰痛をテーマにやっていこうと思います。腰痛に関わる筋肉を伸ばしていきますので、1週間ストレッチをして腰痛も直していきたいと思います。まず今日は1日目です。1日目は3つのストレッチをやっていきたいと思います。まず最初にストレッチの説明を全部やってから一気にやりたいと思います。まず1つ目のストレッチが腸腰筋のストレッチになります。ここですね、片膝立ちになった状態でここを下に落とすように体を前にグッと伸ばします。2つ目が今度は内転筋のストレッチになります。このように足の裏を合わせて膝を下に落とすストレッチです。では最後3つ目です。3つ目はお尻の捻筋です。片足を上に乗せて軽く押さえて、このまま体を前に倒していきます。ではこの3つのストレッチを今から20秒それぞれ伸ばしてやっていきたいと思います。ではやっていきたいと思います。よーいスタート。ぐっと下に床に近づけるようにするとより強く伸びてきます。もしバランス取れない方はもう全然床ついていただいても、壁に手ついてバランス取っていただければここに集中することができるので、そんな感じでちょっとやってみてください。後ろでこう手を押すとまた強く伸ばせるかなと思います。はい、終了。じゃあ反対足になります。じゃあ準備して始めます。よーいスタート。腸腰筋って筋肉が硬くなるとちょっと反り腰になりやすかったりとか、ぎっくり腰にもなりやすいので、ここはしっかりまずは伸ばしていただいた方がいいかなと思います。あとは臀筋とか伸ばす時にも腸腰筋をまず伸ばすことが伸ばしやすくなるので、ぜひやってください。はい、終了です。はい、じゃあ次2つ目内転筋いきます。よーいスタート。内転筋の時はかかとと股関節ができるだけ近くに寄っていた方がより強くは伸びますが、伸ばせない人は離れてでも大丈夫なので、とにかく膝を落とすようにちょっと意識してやっていただくといいかなと思います。はい、終了です。これもう1セットいきましょうかね。じゃあ2セット目です。よーいスタート。余裕がある人はこの状態で前に倒れれるように伸ばしていただくとよりいいかなと思います。これも次の捻筋伸ばす時に必要になってくるので、直接腰痛には関わる病気じゃないですけど、やった方がいいのでぜひやってください。はい、OK です。では最後捻筋です。よーいスタート。捻筋伸ばすときは椅子なんかはなるべく浅めに座っていただけると前に倒しやすくなります。また椅子の高さが高ければ強度が低くなって、低くすれば強度が高くなるので、自分に合った高さでちょっと選んでいただいてやってもらうといいかなと思います。はい、 OK です。じゃあ反対いきます。よーいスタート。この時に倒す時になるべく背中が丸まらないようにまっすぐ腰から曲がっていただくとより捻筋に伸ばすことができるので、ただできるだけこう近づいていただいた方がいいんですけど、なるべく倒せるとか倒せるとこでまずは始めてやってみてください。はい、終了です。はい、ということで1日目終了になります。これ、1日1回やっていただければ大丈夫ですし、もしくはこれを2セットやっていただくとも全然いいので、この動画を見ながらやってみてください。明日はまた2日目やっていきますので、また違うバリエーションのストレッチをご紹介するので、ぜひ一緒に1週間頑張ってやっていきましょう。バイバイ。